祭の幕開けを華々しく飾った1970年7月の運行開始以来、39年間にわたり多くの方々に愛された747クラシックは日本の航空輸送発展の象徴でした。こちらの松並機長が、副操縦士業務を、そして、フライトエンジニア石塚さんが一緒に登場いたします。これを見る限りでは、宮古島下地島地方につきましては直接の影響は少ないというふうに考えられます。ただ天気のことでございますので、この辺はぜひ皆さんも明日の好天を祈っていただきたいと思います。ホテルに戻られましたらてるてる坊主などをしていただけるとありがたいと思います。気象情報は以上で、明日の飛行については現時点の情報をもちましては、十分実行可能であるというふうに気象として判断しております。使用予定機材は、JA の8183です。これは、1987年の11月に、アメリカシアトルで、製造されまして、12月に日本航空に引き渡しされております。ランウェイ17の滑走路の周辺のところには大変きれいなサンゴ礁がございまして、皆様明日到着はそちらまでご案内させていただきまして、その後のタッチアンドゴーを堪能していただくということになっております。私どもも万全の体制で臨みまして、安全に快適に皆様に楽しい、思い出を作っていただくように努力いたしますので、ぜひと明日、皆様よろしくお願いいたします。このような形でより着陸いたします。もうちょっとですね。こちらが珊瑚礁がありまして、こちらが空港の外周道路ですね。皆様がこの辺りでタッチアンドゴーやる機材を間近に見ていただくと、このような、きれいな珊瑚礁の海の上を進入してまいります。こちらがランウェイ17、北から南に進入する経路でございます。私事になりますが、8183号機は1988年の2月に有償運航を開始いたしました。私自身がセカンドオフィサー航空機関士の訓練生として乗務訓練を開始いたしましたのがちょうど1988年2月ですので、言ってみればこの飛行機は私の同期ということになります。
この同期と一緒に明日のフライトができることは私としても大変光栄でございますので、頑張って務めたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしてその隣が747クラシックの就航によりデザインを一新し、ミニスカートが大変話題を呼びました5代目の制服です。さらにその隣は縞柄の長袖のボディシャツが特徴的な6代目の制服です。私も他のクルーと同じく今日のこのイベントに参加させていただいたことを光栄に思っております。トークイベントを少し拝見いたしましたが、言いながら感動してしまいました。この制服を着るにあたって見たことのないスチュアーデス物語を再放送でちょっと拝見してまいりました。明日は R5 でリピを行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後にこうやってお会いできるのも嬉しく思っております。明日はアッパーデッキ2階の席で、におります。皆様ともっと身近でお話しできたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。本日は、こちらのメンバーに加えまして3名、計12名でよろしいですよね。はい、12名の CA で皆様をお迎えいたします。